ていただけるということで、行ってみたいと思います。渡りいちごっこのですね、代表馬場照子さんにお話を伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、このカフェはですね、普段どんな方が利用されてるんですかね。あの地域の方、いろいろ様々、理財された方だったり、本当あの理財していない方も、また地域以外の方たちもたくさんお越しいただいて賑わっております。このカフェってもともと始めたきっかけって何だったんですか。震災です。震災の後、炊き出しのお手伝いをしていたんですけれども、あの1日2食、思うような食事取れない方たちに温かなバランスのいい食事をどうやったら提供できるかなという思い、またボランティアの方たちも食べられなかったそうですよ ね、あとあの丘で津波の被害に遭わない方たちと浜の方たちの意識の格差が出始めたんですよ。やはり顔を合わせる場所がなければいけないなと、それらを融合させて、じゃあ渡り地獄を立ち上げようと出発しました。じゃあもう本当に、まあ、食事もそうですし、コミュニケーションの場だったりとか、本当にいろんな、なんかこう理由があって、僕たちはですね、スタンドアップジャパンというあのチャリティープロジェクトをやっておりまして、まあ、被災地に義援金を送らせてもらったりとか、中央共同募金会 あのボラサポにもですね、協力させてもらっているわけなんですけれども、ありがとうございます。はい、あの渡りいちごっこさんもボラサポを利用されてた。はい、はい、本当にあのよく大きな、あの何でしょう、支援金助成金なしでやってこれたねって言われるんですけど、一番最初にいただいたのがボラサポだったんです。それって当時どうしてこう申し込もうかなっていう気持ちになったんですか。それまであの立ち上がりが2011年5月ということで、あの全国の方たちの応援をいただけたんですね。でそのいただけたので賄っていたんですが、やはりあのこういったプレハブとか借りるのにも十数万かかったりとかします、はい、そしてあの働いてくださる方たちに多少なりも有償ボランティアでもお渡ししていかなければと、そういう経費も出てきます。その今までかかった部分をプラサポさんの助成で認めていただいて、出していただいて、そのいただいたものでまた次の経費に回していくという、あの回すことができたんですね。実際この、まあ、ブラサポを、まあ、知らない方も本当にあの多いと思うんですけれども、あの実際どうやってこう申し込んで、どんな審査を受けたりとかするんですか。ですね、宮城情報ネットっていうのがありまして、はい、そこで見つけまして、じゃあっていうので本当に初めて書いた助成申請書だったんですけれども、はい、ネット上で申請を出すことができて、あといろいろ質問をいただいて、あの比較的、まあ、いろいろあの伺われたところでドキドキもしたんですけれども、はい、帰ってあといろいろなご指導もいただいたりとか、親身になってくださって。ちなみに、はい、この渡りいちごっこさんはいくらほどご支援をして、ですね、1回目が286万だったと思います。300万までということで、パソコンを2台買わせていただくことができまして、もう毎日フル活用です。本当にもう10時間以上お友達です。その他は何に使われたんですか。厨房機器を70数万かかったの、ね、結構しますもんね。するんです。やっぱりカフェだとどうしても必要なものですしね。これだけは充実させたいなと思いまして、で取材にいらした方たちも、このプレハブカフェでここまで揃えてるのって言われたりもしました。でもやはりあの根幹となるところですので、これが充実していればまた次のステップに行けるなということで、そこはちょっと、まあ、だいぶ念入りましたけれどもあの惜しみなく使わせていただいています。
でそういうことを聞くとやっぱりこうね、募金をした方々もそういうのがこういうふうに使われてるんだなっていうのがこの番組を通してまたきっちり分かればすごくいいんじゃないかなと思って、なんか本当に皆さんのおかげだなって思ってます。いやいやもう本当に嬉しい限りだと思うんですけれども、まあね、このボラサポも支える人たちを支える募金ですからね、なんかこういうふうにこういうお金の使われ方、募金のね使われ方がしてるんだなっていうのがすごくよく分かったんですけれども、まあ正直まあこの被災地以外だとこの2年でやっぱ震災に対してどんどんみんなのこう関心が低くなってきてる部分も本当に否めないと思っていて、なんかこうこの番組を見てる全国の皆さんに、まあ本当に日本だけじゃなく世界にもインターネット番組なんで見れるので何かメッセージをもしあればなんかこう伝えてもらいたいなと思うんですけれども、はいはい、ですね、石五湖もいろいろなグッズを作っています。それを買ってください。あと石五湖ブランドを発信してます。それを買ってください。また支援金お願いしますって言ってしまうことは簡単です。今被災地で活動していらっしゃる団体たくさんあります。そういう発信をしています。でもその一箇所にそういったものを買う支援金を送るということで終わってしまっては、この甚大な広域な被災から立ち上がることはできないんではないかなと思います。震災から苦労してもう風化が進んでいる中立ち上がっている団体がたくさんあります。そういう方たちがいるんですよということを石五湖はいろいろな方たちとつながっている、その利便性を生かしてつなげていく、そういうことをやっていかなければいけない。そしてそういった町ぐるみであったりとか、みんなが何かをしようと、個々の団体ではなくみんなが何かしようというところにぜひ応援していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔します。今ちょっとラジオ体操、仙台弁のラジオ体操ということで、はい、仙台弁のラジオ体操、石地区の皆さんと石川の皆さんと東京から来ていただいた皆さん、間に入っていただくような形でね、仲良くお話しさせていただければと思いますので、あと間に入っていただいて、はい。普段頭痛とかします？頭痛かったりないですか？ドキッてしたりしはないですか？そしたらちょっと測ってきますね。ちょっと高いかもしれないんですけど、はい、高く出ても心配ないですからね。はい、バッタリ交換、ここまでですか、ね、僕がこう並ぶとここまでです。津波がここまで来たということで、まだ今も爪痕が残ってるんですけど、すごいですよね。僕の本当に目の高さぐらいまで来てるので、これを見るだけでどれだけすごかったかっていうのが本当に分かりますね。宮城県って石川県より全然人口も面積も大きいんだなってことが分かりました。お元気ですね。
はい、というわけで、石川県立看護大学の皆さんです。こんにちは。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。で、ボランティアで来られてて、僕今日見させてもらったんですけど、とにかくトークがうまい。嬉しい。そしてその輪の中にこう入っていくのもうまい。どうですか、こう回ってみて、こう皆さんの反応は。やっぱりこっちが、支援する側なのに、すごい温かく受け入れてもらってるっていうイメージがあって、よく来てくれたねっていう声をかけてもらってるんで、本当にお世話するというか、もうこちらもすごい受け入れてもらってて、非常に本当にありがたい気持ちでいっぱいですね。じゃあ昨日も一昨日もこう同じ活動をして、昨日は訪問、仮設の訪問とかしてて、あと違うグループがまたこういった活動をしてたんで、2つに分かれてました。やっぱ家とかに行ったら喜ばれる。そうです、すごい、なんか2年経ってもまだ来てくれるんだっていう風に言われてくれてて、すごいこっちも嬉しくなりましたし、まだこれからも支援していきたいなっていう風に感じました。一人暮らしもね、やっぱり寂しいね、家庭もあったりとかするんだろうし、嬉しいよね。勉強になりました。どうでしたか、結構聞き役としては。あ、うまかったと思う。はい、おー、はい、素晴らしい。いや、まずですね、NPO 法人のいちごっこの、代表の馬場さんなんですけど、コメントも見ていただいた通り非常にうまく、ね、やっぱね、交流する場が大事らしいんですよ。やっぱ結構浜とか村とか町それぞれのルールがあったりとかして、なかなかコミュニケーションを取ろうとしないところもあったりする中、やっぱこういう場所があることで出会って、あ、それはうちのとこが得意だから協力するみたいな。日本人も結構こういう風になるタイプの人間なんだ。情報の交換もね、交換でも、その外からの支援もそうだけども、その被災地の中でもそれぞれが手を取り合ってっていうことのために、これやっぱ場所があるっていうのは大事だね。やっぱりこのボラソポで場所をやっぱり建てたりとか、でまあそこでご飯を出すためにそういう調理器具を購入したり、まあパソコンもそうですし、で場所がカフェで、そのコミュニケーションの場とともにですね、やっぱりどうしても仮設住宅の中だと勉強するスペースがないんですよ。なのであそこでまあそのいわゆる寺小屋的なものもやったりとかしてて、でちょっとしたこう図書館みたいに本がバーッとあったりとか、学童保育みたいな。さっきほら途中で VTR 途中でもなんかこの子供が2人ぐらい、子供がバーって普通に元気に入ってきて、普通ああいうのってさ、なんかもう本当に自分家みたいな感じだったりとかするじゃん、ああいう風に使ってくれてるのがすごいいいよね、あれが日常なんでしょうね、きっと、なんか空いてますかじゃなくて、あーでケーキ食べるみたいな、あのテンションってやっぱもう家族じゃないけど、そういうつながりができてるっていう証拠じゃん。確かに確かに、そうそう、非常に低価格のご飯で、まあ最初はもともと無料でしたっけ、最初はね、そうだったんですけど、やっぱりちょっとずつそれをずっと続けるわけいかないので、やっぱりそれを回していくために、どんどんちょっとずつですけど、値段は上がってきてるんですけど、それでも安い。さっきの話もあったけど、ただお金がいただけましたねで生活したりとか、それで使っちゃったらおしまいじゃなくて、そのボランティアをサポートする、またボラサポみたいな形で、要はこれきっかけあれば、ここにじゃあいちごこのカフェでじゃあ勤めてみようとか、アルバイトしようとか、そうですね、雇用もね、あとそのボランティアの人もここでまあね、自分はここまでしか行ったことがないんだけども、もうちょっと先行ったらこういうことがあったよっていう情報交換があったりとかするっていう、そういろんな意味でもやっぱりここがポイントになって、拠点となって動いてるっていうところなんでしょうね。そうですね、やっぱ支える人を支えるこのボラサポで、まあこういうふうに、まあ値段までね、バッチリ聞いてきたので、それやっぱお伝えした方がね、これからどんどん、いやでもそれがちゃんと使われてるってところが、であれでしょ、使われてる機材にはちゃんときちんとステッカーが、ね、そうなんです、それ分かりやすいよね。嬉しい、嬉しいよね、なんか、いや俺らも聞かれんじゃん、募金って。でよくツイッターなんかでも、まあ純粋なのか、あと心ないのか、それはもう置いといても、こうやってね、要は募金したやつがどうなってるか、お前分かってんのかみたいなこと言われる、でもそれはこうやってちゃんとこうやってきちんとこういう形で使われてます、はっきり今こうやって見て分かるところだったりとかするから、これもう本当に安心してもらいたいし、逆に言えばこれからもしね、その
紹介するときに今こういうとこあるよって言ったときにこういう風な使われ方がしてるよっていう説明にもなるとも思うので、なんかそのステッカー探す旅に出るのもいいかもしれない。ああ、なるほど。隠れミッキーに出るみたいな。そうそうそう。ああ、なるほどね。いろいろご飯食べたりとか。いいかもいいかも。なるほど。はいはいはい、あのその一国庫の皆さんの案内で、うん、仮設住宅をですね、あの見せていただけたので、そちらの VTR の方もご覧ください。うんうんうん、どうぞ。